こんにちは伊藤志君の小山ですそれでは10分でマスターする司法試験の基礎2020 20の問題から基礎を構築する第11回目11回目は会社法商業登記法の1回目になりますお題は募集株式の発行ですでは本日のクエスチョンです種類株式発行会社が株主に株式の割り当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行は 募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは原則として当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければその効力を生じない丸かばつかですでは考えていてよろしいですかね答えは丸ですまずですねこのお 会社法に関するですね話の方ですがちょっとね会社法、それから商業登記法の方についてはこう手続きをです、ね、聞いてくるでこの手続きはです、ね、意外にこう複雑なところがありますですので、まずですね大きくは例えば募集株式の発行であればですね募集事項のこの決定ブロックそして申し込みブロックそして割り当てブロック そして出資ブロックですね、大きくですねこの4つのブロックを想起してもらって、この発行のところについては効力発生になりますので、この各です、ね、ブロック、手続きを用意してもらって、その中に基本事項を落として込んでいく、そんな形で,ですねマスターするのがよろしいと思います、その上でですねこの商業登記に関するところですが、このブロック、手続きを用意してもらって、ですね皆さん方も商業登記法も学習されておりますので、 このですね手続きに対応する添付書面ですすね手続きに対応する添付書面、まあ、こんな風な形で考えてもらうって言いますと実体上の手続きとそれに添付書面がくっつきますので非常にビジュアル化されて手続きが分かり良くなります。 まあこの手続きと点署名を合わせたものを例えば手続きブロックと呼ぶのであればですねこの手続きブロックなんかを何すね早期してもらうというふうに言いますと会社法と商業統計法ですね一体の科目としてですねそしてビジュアル化されて手続きもですねまあスムーズにマスターされていくだろうとまあいうふうに考えることができますそれを募集株式の発行で,ですねやるって言いますと例えばですね第三者おやじの体裁でもって公開会社が募集株式の発行する場合の手続き この手続きブロックをですね、早期してもらうっていうふうに言いますと、こんな形になって、でですね、このまあ設計図っぽい感じがですね、出来上がるって言いますと、そうだそうだ、2週間判断が確かに必要だったね、ですとか、支配株主の移動がある場合のですね、その手続きからのですね、添付書面はこうだったよね、と、まあ、いうふうな感じでですね、 どんどんとですねそのブロックのところに基本的なですね手続きなんかも落とし込むことが可能になってきますんでこんなですね形で攻略していくっていうのがですね効果は高いだろうというふうに考えることができますその上でですねこの募集株式の発行手続きの方ですねちょっと面倒くさいのが、ね、募集事項の決議なんですよね。 この募集事項の決議に関するところがちょっと面倒くさいんでこのです、ね、決定・決議ブロック、まあ、そこをどういう感じで落とし込んでいくのかですね、えー、ちょっと確認の方をしていきますまずですね、第三者割合のですね、定裁で募集株式の発行するその場合の募集事項の決議期間ですね、大きくは公開と非公開に分けてもらって まずはこの原則をしっかりとマスターするです非公開の原則は株主総会の特別決議それに対してです、ね、公開の方については取締役会決議ですからねもう一丁解説の3ですがここは株主割合です募集事項の決議期間株主割合ってでもですね非公開の原則は株主総会特別決議公開の方は取締役会決議です したがってこれ募集事故の決議期間は第三者割当てでもそれから株主割当てでも原則は同じですですのでこの絵のところですね第三者割当てのケース通常の決議の方については公開は取締役会非公開は株主総会の特別ですそれは株主割当てでもですね通常の決議は同じですかね まずはこの原則をしっかりと捉えるですすその上でですね第三者割れの方です、ね、ここは例外的なものはですね非公開の方であればこれ大枠を株主総会で決めてですねそれ以外の詳細部分を経営陣の方に対して委任することができるそこはですね公開におけます有利発行の場合も同じ体裁ですよと。 株主割合のですね、ケースでありますね。非公開の方は、定款で規定をすればですね、えー、募集事項は経営判断とすることができますよと。こういう点で、まずは原則は共通しているんですね。その例外的な位置づけをですね、えー、落とし込んでおけばいいだろうと。こうなります。それから、種類株主総会におけますですね、えー、この用否に関するところですが、ここはですね、第三者割合でも、それから、 株主割当てのですね、公開か非公開かは問いません。しかし、この何の種類株主総会が必要かですね、そこが違ってくるんだ。そこを比較させながら押さえていきましょうと。第三者割当てのですね、ケースにおけます、種類株主総会の方については、ここは、募集にかかる株式がですね、上等制限株式であるケースです。 この譲渡制限株式を持っている方々のです、ね、持ち株比率に考慮いたしましてこの譲渡制限を持っている方々を構成員とする種類株主総会の特別決議これが必要ですよここはですね今回のお題に関するところのです、ね、ポイントになるべき点でしたそれに対してですね株主割り当ての方については種類株主総会やっぱり公開非公開は問わないんですが ここは、ある種類の株主に損害及ぼす恐れがある場合ですので、要求されている種類株主総会は、法定種類株主総会です。ですので、株主割当ての方につきましては、法定種類株主総会に特別です。これが要求されてくるんだという定義ですからね。株主割当ての形でもって募集株式の発行をする。種類株式発行会社で A と B 両方発行していると。 今回 A 種の方についてです、ね、有する株式の内容、数に応じて募集株式の発行をするとそうす,るとです、ね、A 種の議決権が増えて B 種の議決権が減る、そ、まあね、B 種を持っている方々の,です、ね、この会社に対する影響力が、ね、弱まってくる可能性があるんでそのでその、ね、ケースであればです、ね、B 種の方々の法定種類株の一層の特別が次これが要求されますよという,ふうな感じですからねですのでまとめるというふうに言いますと種類株の一層を 第三者割当の方につきましてはですね、それは上渡制限株式を募集する場合です。この場合にですね、この上都制限株式を持っている方々のですね、この持ち株比率を考慮して原則必要。種類株主総会のです、ね、特別決議。株主割当ての方については、それは法定種類株主総会の特別決議ですよと。 こういうふうな形で,です、ね、募集に関する決意ですね原則から切り込んでいってです、ね、順序に比較させながら落とし込んでいくという形でマスターすると言いますとそんなにです、ねまあ、難儀をするような感じでもないのかなという部分ですですので、まあ、話をです、ね、まとめるという,ふうに言いますとこのです、ね、特に会社法の方については3つの攻略法のうちのこ丸の2です、すなわちこの大枠を捉えて論点落とし込むこのマクロからミクロへ。 このスタンスで、ね、マスターをしていくというのはですねこれは会社法商業統計は非常に多いんですね、まあ、この義差に切り込んでいってもらってですねこの自分の知識を仕上げていくというところがですね効率的かと思いますですのでそんなところをです、ね、中心といたしましてですね、えー、次回以降もですね会社法商業統計をお話をしていきますのでぜひです、ね、お聞きいただければと思います今回もお聞きいただきましてありがとうございました